こここらの風のです、えー、こんにちはということで <laughs>、えー、昨日はですね11月10日に枚方公園の、まあ、とっても素敵な場所でですねもうあれなんて言ったらいいんだろうお屋敷ですよねあれねなんか木造のもうとっても素敵なとっても素敵なお屋敷で、えー、今年もですねあのイベントに参加させていただきましたで、えー、YouTube この YouTube でも、あのー、先日 ご案内させていただいたんですけれどもまあ、ホームページのブログの方にも書かせていただきましたで昨日は朝からですねあのいろんなところから YouTube 見てきましたという方がねあの続きまして本当にあの感動しました。 でご近所の方もですねあと大阪市内からもえたくさんの方がえお越しになってくださいましてもう昨日はですね今までにないもう何十人の方も、ね、一人一人とかあとお友達で来られた方とかあの合同でですねみんなでセルフケアをしたりとかあとはお塩とかあの若返りオイルでも大人気の生姜パウダーでですねであと浄水器も並べて。で あのやっぱり皆さんね健康ってとっても気になりますよねで、あのー、今ねもうめちゃくちゃ大人気でもう本当にちょっとね手作り品のために追いつかない製造が追いつかなくなっている草履、あのー、ですよねあれがもう本当に人気でで昨日もちょっと余裕のある分だけ並べてたんですけども,もうすぐに完売しました。 であの増量履いたらなんかもう膝注射してた人も、ね、しなくなったりとかあのスポーツやってる方もすごくバランスが取れてもう本当にねやりやすいっていうふうにね怪我しにくくなったとかね、えー、声を聞きます。 であと寝たりきりの,あの方とかあの寝たまま履けるので足があったかくなってきたとかああそういう声もねいただきますで産後の骨盤ケアにも,もうめちゃくちゃいいので、まあ、あの出産しなくても骨盤ケアにはすごくいいので、まあ、お家で履いてもうめちゃくちゃ人気なのですぐに出てしまうんですよねで今もうネットショップの方でご注文いただいている方で大変お待たせしておりますで本日です、ね、先ほど 第2弾、えー、第3弾の方、えー、まだちょっと、えー、今週末にまたお願いしているので、えー、もう少しお待ちになっていただければ嬉しいですすいません。はい、でですね、えー、昨日もですねたくさんネットショップのオーダーを頂い,いておりましてで今日も出せるだけ出したんですけれどもまた今石をよがいて <laughs> 干しております。 はい、でなので、えー、まだちょっと、えー、手元にまだ一つもできておりませんので支給、えー、ですね今週中には、えー、送れるようにしたいかなと思っていますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますなるべく早くですねお届けしてまああのー、すぐね飲めるような環境を えー、提供したいなと思っているんですが、えー、なかなかちょっと1人でやっているもあのところもあるのでちょっとお待たせしてしまって本当にごめんなさいあの在庫がある時はもうすぐ注文あったその日に送ったりとかもおっしてたんですけれども最近あのたくさんの方にですねご注文いただいてちょっとね追いつかないところもありますので、えー、その辺ちょっとあのごめんなさいっていう動画になります、はいえー、ではですね、えー、と今日は あの大阪はちょっと雨が降ったりとかで途中お昼から晴れてきましたので、えー、郵便局に行ってまいりましたちょっと今日はですねオフなのでまあ部屋着もですねなんかモコモコの,あのこユニクロで買ったんですけどモコモコのあの何ていう何ていう,言うんだろうフ,フリースですかフリース初めて買ったんですけど <laughs> <laughs> あ,のあったかいですはい、いいおすすすめです、はいえー、ではは、えー、以上になります、えー。ちょっとお待たせしてすいませんでしたというのとイベント機能ありがとうございましたという、えー、メッセージ動画になりました。ありがとうございます